お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらババコヤロイフデッキやっていきたいと思います。だけど懐かしのね、デッキですね。今グラッチャレでまあちょっと使われてるかな。で12勝何回かされてるぐらいで、まあ決してねババコヤがめちゃくちゃ強いわけではないです。はい、これ注意ですね。まあ強いわけではないんですけど、まあ使えないことはギリないかな。で、まあロイフォグが強いから、なんとか成り立ってる。まあロイフォグスケドラヒースピで、もうぶっぱデッキですね。はい、というわけで今日はね、やっていきたいと思います。あのね、ババコヤマジで僕好きなんですよ。そう、マジで好きで、一時期ババコヤが強かった時にね、もうババコヤロイフォグでしょ？そしたらババコヤロイじゃいい。あとはね、ババコヤスケラ。そしてババコヤ三重士。あとババコヤバルーンとかもちょっとね自分なりに作ったりとかで、もうババコヤフィーバーしてた時代がありました。いやマジババコヤめっちゃ好きなんですよね。そして今回の相手がオーブンファイブバルーンっていう、もうすでに珍しい。いや今期はね、もう今までの歴代のデッキ全てが集まったもう総集編というかね、もうなんか何でもありみたいな。そう、今まで強かったデッキとりあえず何使ってもいいよみたいなね、お気に入りのデッキ持ってこいよっていう環境なので、マジいろんなデッキがね出てくるのがマジで楽しい。さあ、バルーンですね。バルーンに対しては、まあ、ババコヤが正直そんな生きないですね。正直そんな生きないが、まあ、回転早いからこのババコヤね、相手によっては出さない時があります。いやそれもういらんやんってなるんですけど、まあまあまあ、それがなんかね強みではあるですよね。その相手によって出さない。相手がこうラバルディッキだとか、相手がなんだろうね、クエイク持ってるだとか、ババコアが腐る時には出さずに他だけでね回せる。まあそれがこのデッキの強みでもあるし、まあ逆にね、相手がゴーレムとか、なんか陸すごいね、ジャイアントとかロイジーとかいたら、もう陸積極的にねババコア出してあげてみたいな。いやなんか痛えな、オーブンランバーバルーン。ババコアが置いたらそれはそれでちょっと怖いですからね。そこはちょっと早めに5打って、よいしょ、これ耐えれますね。でスケルトン部隊いたんで、ロイフォグ飛ばすならもうウッドもセットにしていかないといけないね。さあタルババ、いやファイボタルのレモンドバ普通にやるっすね。やる相手でなんなら今バカ押されてるっすよね僕。いやこれババが置いてもいいな、置きます。で一応1個高めにしとくとバルーンは釣れるんですけど、ルート強制ですね。コウモリでプラスルート強制とか、あのバルーンスケドラでルート強制されるとちょっと止められないですね。さあ相手はもう絶対こっちサイド一筋って感じか。いやヒースピが強いぞ、いいよ。いやスケドラ頑張ってほしかったな。でこれ入るとやばいよ。いやさすがに入らない。で一応スケルトン部隊警戒なんですけど、まあファイボンもある。うん、いや相手うまいぞ、ちょっと待ってよ、相手うまいんだぞ。うん、いやでも回転早いからな、こういうところでちょっとゴリ押し気味でね、ファイボで全部巻き込まれるかな。いやいいよいいよいいよ。いや豚がめっちゃセパする。さあいやーなんか思ったよりなんかって感じっすね。あのオーブンとかが地味にうざいし、よいしょ。さあスケドラでね、マスケ打たれちゃうとファイボ受けちゃうんで、そうっすね、こんな感じで。でファイボ使ったスケルトン部隊来る、突破できるんかな。いや思ったより突破できねえな。いや待てよ、さあババコヤがマジで初戦から全くっていうほど活躍してない。マジかよ、ババコヤ頑張ってくれ、ババコヤ頑張ってくれ。さあ相手がねうまいね、相手マジでうまい。さあファイボ打つか、いやファイボ打たない方がいい気がしたな。ババコヤ置きます。さあババコヤの強み、バルーン誘導できる。でもファイボ来たらもうファイボ来たで、いやいいよ。でバルーンの爆破も入らない。さあ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 、いやここ耐えれたな、でかいけどな正直。うん、でちょっとマスク高めでね、タワーとファイボで巻き込まれてなくないけど、攻めたりが来るっすねこれ。攻めたり来ない、攻めたり来ない。いやウッドあんまり、いや耐えます、もう耐えます、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 耐えて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 、回転早いからね、回転早いから相手がここ攻めファイブとか来ないか。いや来た、これは熱いぞ。攻めファイブした、終わったくない相手これ。あ終わったっすねこれ、グッドゲームパーティーだ、グッドゲームパーティー。いやオーブンがうまい、えあはいはいはい、やっちまりん、うおー、やばい待って待って、やばいやばい、そんなこと言うてる場合ちゃう。ちょ待ってよ、高めに出して、高めに出して、うん、一応ババコヤね、ババコヤね釣りたいんでね、釣ってあげて、よし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 、トルネファイボーね、バルーンっていうちょっとレアなデッキを引いて、なんならまだ負けそうではあるが、
まだ負けそうではあるが、戦えるよ。いや、ファイブ打った。いや、ホープ、マジか。めっちゃなんか強いんだけど、今回泣いて。すげえ勝てそうなんだけど、思ったより通らない。いや、もうでも、あとこうなったら、イケイケっすよね。ロイホグのイケイケで。一生イケイケにしてあげて。さあ、スケドラ無限。回転早いですね。もう、ババがいらないっすね。はい。もう、マスケスケドラ、ロイホグ、スケヒースピ。マスケスケドラ、ロイホグ、スケヒースピとか、まあ、スケドラ出さずに、マスケスケヒースピウッド、ロイホグみたいな感じで、高回転で出せるので、まあ、相手が体育多いデッキとか、まあ、ラバー、バルーンとか、そういうデッキは、もう出さずにね、ババが、それで戦いましょう。まあ、とはいえ、ね、今の試合もバルーンのね、爆破を入れない誘導だったりだとか、まあ、活躍してるのはしてるんでね。まあまあ、決してめちゃくちゃ弱いわけではないけど、まあ、ババカ置いとけば勝てるような美味しい環境でもないよねっていう。さあ、というわけで、ダニさんよ！ダニパイセンギター、ウッド。いや、違いますよ。別人だと思います。ウッド削り、もう高回転で回して、ババカはね、初っ端置くと結構リスク高いっすね。正直。ケツラボされてガン虫とかもあるんで、まあこれはババカでも良かったかもしれないんですけど、まあ出さなくてもいけそうだしな。で、エリババってもう時点で、まあ、相手は陸デッキだからね。さあ。で、スケで、このババをできるだけ延命してあげてね。で、ババクは残したいので、ウッドまで使って延命します。ババクは残したい。残したい。残したいよ。いや、ヒースピ出せばよかったかな。さあ、ゴブスパ。ゴブスパ。昨日の俺の動画やないかーい。いや、マジかよ。さあ、このマスケでやります。今度ね、やった方がいいです。なんかこの小屋から出るババって普通にやっぱ厄介なので、これをね毎回美味しく処理されるのはちょっともったいないですね。ヒースピだけ、いやいいダックプリや、いいダックプリやけど、皆さん対戦でダークプリ咲きました。これケツスパ来たら逆ロイホグからの、いや待って逆ロイホグいる1個でスケドラ行ったら絶対折れるんですけど、無視された時に守れなくなるので、まあ、ログタピン。で、まあ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 。これ、ゴブジャイのコストさ、絶対ないっすよね。絶対ないって言い切っていいかな。絶対ないって言い切っていいかな。絶対ないと思うんだよな。よいしょ。いや、絶対ないっすよね。オッケーオッケーオッケー。いや、いいね。まあ、エレキーあっちに咲いたしね。まあ、このスケドラが意外と強い。なんか、ここ最近ね、スケドラもちょっと使われるようになってますね。まあ、ロイホグスケドラですかね。ロイフグスケドラヒースピの、まあ、組み合わせが強いんですよね、とりあえず。さあ、ちょっと逆サイに圧をかけるような、かける流れで、いや、スパイキーを待ってるんだけど、出てこなかったですね。さあ、ステッパーです。うん。いや、これ、やばいかな、俺。まあでも、まあでも、ババコヤ置いとけば、ゴブジャイは余裕でね。スパーキーは、ヒースピで打た、ヒースピに打たしてからの、その後スケでね、囲んであげるようにすると、まあ、大抵事故らないかなっていう気はしてるけど。どうでしょうか。さあ、まあスケもあるし、いいね、いいね。いや、まあ陸系多いんでね、このデッキ。まあマスケさよなら、マスケさよなら。で、まあ入ってしまうものの、まあこれぐらいはいいでしょ。これぐらいはやるよっていう、ね。いや、こっち側行こうかも。こっち側行っちゃってね。いや、これ全部パ、全部パ回収されるかな。うっと、いや、マスケが、マスケがタワーおったらちょっとおもろいぞ。いや、そんなうまくはいかない。ちょっとだけ、ちょっとだけ怖くなってきたのは僕でしょうか、僕だけでしょうか。やばいよ。おい、まあ、もうババも無視できないんでね。これスパイク打たしたくないですね。で、エリババ受けちょっとないので、おしゃんに行こうぜ、おしゃんに。あ、待って待って、バカバカ、スパイク、待って待って、うちのスパイク打ちやがった。スケドラ、スケドラやめやがった。待って待って、うちのユニットバカしかおらん。ちょっと待って待って待って。危ない危ない危ない、ロイグ。ロイグも、なんか、おらん。やばい、待って、焦る。ちょっと焦るよ。これ相手もスパーキー出してしか終わりだぜ。いや、終わんねえな。エリババで守られてがあるので、一回僕守ります。一回守ります。これ、スケドラ出していいですね。そしたら、ババスケドラの攻めの形ができるんで、相手はこれを守んなきゃいけないですね。で、ヒースピに打たしてからの、まあ、これスケで囲めるのが理想だけど、まあ、囲めなかったら囲めなかったら、一応事故だけ、さ、さあ、これ相手、両サイね、もう、ファイボケないですね。いや、気づかない、気づかない、そんなの。おい、ナイスケドラ。まあ、ババコやってよかったですね。今回に限っては、本当にババコが活躍しましたね。ゴブジェをね、毎回溶かしてくれた。まあ、基本的にババコや置いて、隅っこにマスケ置けば、
まあなんか守れますよね。大抵防衛硬いんでね、施設とスミックユニットですね。あとはもうロイフグスケドラヒースピーの攻めですかね。さあカカシよろしく。あっちゃ、いやこれクエイコーグだったらめんどくさいっすね。バボクがなかなかいけない。クロスだったらまあ嬉しいね。まあ嬉しくはないけど、あっちゃなんでスキラか、スキラ説結構濃厚っすね今んとこ。まあ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 置いて、さあムート、いやスキラですね。いや間違いなくスキラだなこれは。でまあナイト2来たら、まあ、ウッドでねやるぐらいで、さあ相手も考えが同じ。これいっちゃおうかな。ユキかタルか知らないんですけど、まあ、ユキだったらヒースピ、ヒースピパーティー。いやバルキリーもいんのかい。いやバルキリーいるものの、いやいいよ、うちのマスキーが働く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 。さあ今回相手はアッチャスキラです。アッチャスキラのバルキリームートと、まあババが置いてから考えましょうか。ババが強いんでね、これで相手なんか角下がるでしょ。まあそんな感じで見ていきましょう。スキラにはまあウッドが強いでしょ。まあウッドスキで守りたい。でこのデッキはね、意外と陸受けがほんとババ小屋だりなんですよ。だからババ小屋が行かれてしまうと、相手の陸をねやっつけれないんですよね。そうスケヒースピとかだから、まあ、スケドラスケとかスケドラウッドでね、スケドラ結構活躍します。よいしょ。いやあれあちゃファイブでよかったな。なんで俺ウッドなんやなんでウッドなんや俺は。そこでさあまあまあまあやってもらって、まあババカ置いとこうかな。この瞬間に逆サイバルキリースケアとか来たらやだよね。いやでも相手それはちょっと甘えてんじゃない。なんか楽したっつよね相手。さあまあ、スケドラス、いや、ウッドちょっとね、下手だったけど、あえて、ファイボでしたっけ？なんか出てきたっけ？覚えてねえな。ファイボか？まあまあ、ファイボ使った。これ、俺のダメージ、正直、マジ、取んないですね。マジ取んないので、これ、両サイの方が良かったかもな、僕は。後ろにずっと取っても、相手きつそう。マジ取んないけど、なんかもう、スケドラ、チンパンできそうな気もするな。ファイボ打っちゃおう。あっちゃんをね、あっちゃんをやっつけて、ムートもやっつけてほしいな。ムートやっつけれるっしょ、あれ。で、マスケ高めね。もう小屋ユニットで攻めます。で、これ、竹取るとちょっと厄介なので、下げます。いや、いいですね。いや、いい雪だ。いい雪だけど、まあ、いい防衛でもある。さあ、いや、ババが？ババが？いや、ババあれ入ってほしいな。もうちょっと入ってほしかったな。いや、入んねえのか。いや後半怖いねー、これ後半怖いねー、マジで怖いね。さあスケドラバルキリー、バルキリーがマジめんどいっすね僕。まあスケドラにファイブ使った、でもボムあるんでね、ボムあるならロイホグヒースピまで持っていきたい。ファイブってね、もう僕右削っていきます。スペルで相手はもうスペル削りっすね今みたいに。そういやこれ神ファイブ来ちゃうな。まあまあまあ行って、いやマスケの延命がいいよ、マスケの延命がいい。まあファイブ来るかもだけど、まあまあまあそれはそれでいい。ファイブ来ても相手のダメージ受けなきゃね。ムート入らないよね。入ったらさすがに許さん。でまあ高めマスケで相手にと警戒して、さあウッド、いやー全然通んねえぞ。いやだ守ってるぞ。いやそっちが入ってんのか、なんか俺の思ったこと逆がすげえ入ってんな。で相手はファイボと、今ファイボ使ったよな、ボム、いや入るんじゃね。いや結構入って欲しかったんだけどな、思ったより入らんな。さあちょっとやばい、ふっ行ってもらって、相手ファイボ打ってこい、ファイブ打ってこい、ファイブ打ってきた、打ってきたらさやってんじゃない相手。いやー豚、チョコン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 入った、チョコン入った、来た来た。もう最後スケドラも打ったんだけど、やぶな
マジか。まあボムタワーだけとかねだったらいいんですけど、ボムとバルキリー、あとファイボっていうのもねちょっと苦しかったんですけど、よかったですね。ちょこんナイス。いや激アツね。なんかババコヤはもっと両サイドに置いてもよかったかもね。で両サイコを振って相手にあんま形を作らせないっていう方がもっと楽に勝てたかもしれないですね。まあ、相手によってはね、もう片サイに固めまくるみたいな。スペルがないデッキですね。ファイブオンポイズもライトニングクイックもない。まあ、あっても2コスとか3コスのね、雪玉とかザップのスペルしかないような相手には、もう同サイドでね、ババコヤマスクスケドラ固めまくって、もうなんならロイフグ出さずに小屋デッキとして戦うっていう立ち回りもありますね。このとかもうね、ババコヤマスク、もう小屋デッキみたいな立ち回りですね。まあ、これが強いですね。これロイフグデッキなんですけど、小屋デッキとしても戦える。だから小屋デッキとして戦いながら、まあなんかね、こっそりロイフグ仕掛けるみたいなね。なんなら相手さ、これ、いきますね。ダックプリサイってファイボサイトなんですよ。なので、もうロイフグスケドルヒースピー GG ゲーミング説ないかな。いや、甘かったですね。そんな、そんな綺麗には決まらんすね。あ、でもダメージとしてはね、バッカ入ってるぞ。そして今回言ったらジャイプリプリ。なので、いや、いいね。もう陸が多いね。いや、陸が多い。ババコエとスケ。しかも、ウッド。いや、これはいけるんじゃないか。しかも、序盤にしては、すごいぐらいのダメージ稼いでき気がする。いや、これ、行かなくていいっすね。いや、行かなくても、相手このババとマスク両方対応しないといけないんで、そう。結局ね、対応してくれるんですよ。で、今逆に、ダクビロを抑えたからこそ、ここで、ロイフグっすね。で、固めるとファイボでね、防御されるだけなんで、セパります。さあ、いいよ。で、これ、結構入るかな。本当に。これだけでも。十分すぎる。さあ、十分すぎるダメージ。まあ、ここはババコ置くよね。まあ、光栄のエレキをやりたいけど、これはもうファイボでいいでしょ。ファイボでよくて、後ろのエレキちょっとやりたいので、ヒースピでね。で、できるだけババコを延命したいね。いや、いいね。まあ、スキが頑張った。いや、メガコン、地味雑っすね。これ舞台行ってもプリンス系で受けられてカウンター来るので、ここはもう一回ウッドで回して、まあババコはね確実にね小屋を置いとけば一旦相手のジャイは通りませんよと。さあこれ来るな、間違いなく来るよね。来ないわけがない。さあで相手のエレキかメガコかなんか来るんでしょうね。さあでファイボがな、相手ファイボすげえ怖いんですよね。まあ回転範囲でね、僕は回転早いので、その回転を生かして、よいしょ。で、これ、ああ、ファイボ打ってくるならセパランでよかったわ。うん、ファイボ警戒の3-1セパね。ユニット残ってる方に基本1ですね、僕はよくやるのは。で、なんもない方に豚さん。そうするとね、相手も対応しにくくて、いや、バカ入る。いや、豚マジで強いんだよな、今。こんなに豚が強いことマジでないっすよ。そう、珍しいっすよ。いや、これバブクは殴んないでほしいな。殴るよね。殴っちゃうよね。最低が立ち回り、新しい。まあ、だがしかし、ババコヤが回る。しかも今相手ファイヤーボール使った。これダックプリさえ使えば、もうロイホグゲーっすね。ババ入ったな。セパー、ロイホグスケドルヒースピで終わったっすね。で、ユニット残ってるから、これね、ヒギ1-3。で、まあ、ヒースピはどっちも良かったんですけどね。いや、これで、まあ、どっちががね、落ちるよ。右サイドが、いや、左か？いや、右も、ナイス。いや、なんか、ババコヤ、いいね。懐かしいよ。ほんと、1年ぶりぐらいに使ってる気がしますね。はい、というわけで、今日はね、ロイホグ、ババコヤ。懐かしのね、ババコヤ使ったんですけど、まあ、なんか、意外と強いよね。意外と強いけど、まあ、なんか、それぐらい。めちゃくちゃ強いよってわけではないので、まあ、使うのはすごいおすすめってわけではないんですけど、まあ、ロイフグ自体がね、今強いので、まあ、このババコヤロイフグは使えるかなと思いますので、皆さんぜひ使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。